こんにちは、学園の木下です。今回はですね、イギリス仕様のトランスポーターシャトル T6.1 の紹介させていただきます。T6.1 シリーズにはですね、大きく分けて3つ。キャンパータイプのカリフォルニアシリーズ、乗用車タイプのマルチバンカラベル、そしてビジネス商用車とかですね、商用車クラスがあります。その商用車クラスの中でも人も貨物も乗せれるよっていうのが、このイギリスのモデルであるトランスポーターシャトル、貨客兼用車ですね。はい、それがまたかっこいいんです。ご紹介しましょう。ベースはですね、トランスポーターシャトル S というグレードで、もともとこの黒バウエストコースト仕様ですね、ドイツのゼイケル社という会社のサスペンションを使って車高を上げております。で、グッドリッチですね。で、スチールホイールを黒に塗っております。はい、でこれで、よりチープな雰囲気になっているという形ですね。で、このアンダー、これもね、色塗っております。できるだけ樹脂っぽい色でね、塗らせていただいています。で、後ろも樹脂バンパー、そして何といってもこの観音開き、これが大人気なんですよね。 なんででしょうね、本当はこういうハッチの方が非常に便利だと思うんですよ、雨降った時とかね。でもこの観音開きに、これがもう今で言うキュンです、キュンです。夢でもし会えたらね。はい、あのカメラマン笑ってますけどはい、開けてみましょう。こうですね、マットはちょっと我々が作っているオリジナルのマットを引かせてもらってますけども、こういう感じになりますね。非常に大きいですね。はい、木の下が小さいというのもありますけどね。はい、そしてこっち側に回ってみると、このシルエットがね、あのチープなスタイルで、アドベンチャーでキャンピングなスタイル、あの本当にキュンです。はい、ちょっと内装を見ていきましょうか。これはですね、イギリスのモデルなので右ハンドルですね。はい、非常にシンプルな、ダッシュボードとかになってます。まあ必要十分でしょう。そして、シート配分ですね、2の3の3になってます。でシートはですね、このこういう風な形になってますので、脱着が可能です。よく乗る側の方のドアの椅子だけ外しておくことも可能ですし、3つとも外してしまう、あるいはウォークスルーできるように真ん中だけ外してしまう、そういうことも可能です。で、ベッドにはならないんですけども、こういう風に、こういう風に、そして後ろもありますね。はい、サードシートだけを外して、ボードを作ってですね、ベッド状にすれば、車中泊もできやすい作りにもできるかと思います。はい、